パリ国立高等音楽舞踊学校フランスの音楽専門教育は、その多くがコンセルバトワールと呼ばれる、フランス特有の教育機関である音楽院にて行われているが、一部は大学や研究センターなどを置いても行われている。また、音楽院は一般の教育機関における教育や、大学のそれに比べ、専門課程が複雑に階層化されている。一部、私立の音楽院が存在する他は、行政の運営する公立の音楽院が多くを占めている。なお、音楽院が舞踊や演劇といった他の芸術分野とともに組織されている場合があり、その際には音楽院ではなく音楽、舞踊学校、音楽、演劇学校、音楽、舞踊、演劇学校と呼ぶ場合がある。フランスにおける音楽の教育機関には、二つの章が大きく関わっており、作曲や器楽演奏などの音楽実践の分野には、文化、コミュニケーション章が、音楽学などの研究や、音楽教育などの分野には、国民教育省が携わっている。また、軍楽隊の分野に関しては、国防省が携わっている。フランスの音楽学校一覧を参照。フランスの音楽院には、様々な修了資格が存在し、国際的に共通とみなされる学士、修士、博士の国家資格と、その位置づけにおいて、齟齬をきたす場合がある。欧州間での交換留学をより活性化するために、2010年には、欧州各国の音楽大学との教育課程の単位、国家資格の互換を達成させると言われているが、修士に相当する、第一高等課程、第二高等課程制の導入に踏み切った。博士に相当する、第三高等課程は、検討準備中とされている。両国立高等音楽院の国家資格が大学の学士、修士と同等とされることで浮上する問題が地域権利以下の行政管轄音楽院の国家資格の扱いである。地域権利音楽院の前身である国立地方音楽院の時代のドイツマルク、並びにその上級課程において主席を取ることで得られたDEMSの両国家資格はフランス国内では通用したが、国外では音楽大学相当とみなされてこなかった。行政の管轄する音楽学校として国内に300校以上存在する音楽院のうち優秀な教育者や音楽家を有し、実績を持つ一部の公立音楽院においては高等教育機関としての認定を獲得すべく現在進行型で制度改革が行われている。2007年、パリ地方音楽院ブローニュ=ビアンクール地方音楽院の2校は3年間の高等専門課程を設立し、国家音楽科専門資格、または音楽、音楽学学士の国家資格の支給が可能となった。パリとブローニュ・ビアンクールの両地方音楽院は、ソルボンヌ大学と単位互換制度を設け、双方の機関で行われる専門課程を修了した場合に音楽研究資格を支給している。また、ソルボンヌ大学との提携は、パリ国立高等音楽。現在、国及び地方行政が管轄する音楽院は以下の4形態に分類される。国立高等音楽院パリ国立高等音楽、舞踊学校とリヨン国立高等音楽、舞踊学校の2校存在する文化、コミュニケーション省直属の行政的公施設法人。共に舞踊家を有するため、国立高等音楽、舞踊学校とも呼ばれる。地域県立音楽院地域県立音楽院は22のフランスの地域圏と海外地域圏に及び41校存在する。2007年までは国の管轄であり、国立地方音楽院と呼ばれていたが、現在は国から地域県主府へとその行政管轄が移った。地方音楽院と呼ばれる場合が多い。県立音楽院は95の県に及び105校存在する。2007年までは国の管轄であり、国立音楽学校と呼ばれていたが、現在は国から県都へとその行政管轄が移った。コミューン立音楽院は国家全般に及び245校存在する。コミューンの概念が広範にわたるため、便宜上、私立音楽院、区立音楽院と分けを分けることがある。それに加え、以下が存在する。トゥールーズ高等音楽舞踊研究センター CESMD-TOULOUSE.France トゥールーズ地方音楽院とトゥールーズ第二大学によって作られた音楽学校の機能を持つ機関。陸軍軍楽音楽院 www.cmmat.info 軍楽隊養成のためのフランス国防省の管轄機関など音楽の教育において高等教育機関と認定されている機関。現在、専門的に音楽実践を学ぶことのできる高等教育機関として認定されている施設。フランスにおいて音楽教育者資格は Diplômé d'état de professeur de musique と Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique の2種類が存在する。CA 資格課程、D 資格課程、職業訓練課程、音楽、舞踊教育者養成センター全国に11校存在する。音楽史、音楽美学、音楽教育学、音楽理論、音響技術といった音楽に関係する諸分野の研究に関して教育指導を行う機関及び音楽教育者を育成する機関を挙げる。行政の運営する音楽院の教育形態地方音楽院、県立音楽院、私立音楽院は学期制であり、学年末試験、学年末面接が行われる。地方音楽院、県立音楽院には音楽専門資格課程が存在し、私立音楽院の第3課ほどには子供やアマチュアのための資格課程がある。また、音楽院によっては、パリ・リヨンの両国立高等音楽院や国外の音楽大学への入学試験準備課程として用意された。上級講座も存在する。ありがとうございます。